シェムパート26かな、26やっていきます。どうもアザラシです。まず寝るところから始まりますけどね。賃貸人にね、無下にされて香港に行きたいんだけど香港行けないっていう。雪の日、これはわしかな、タカかな、わしが育てた。透けとるね。これ透けとるということはやっぱこれ鏡と言いつつも玉なんじゃないか、翡翠では。これがもしも仮に翡翠だとしたらだな、あのハゲたあのホビット族みたいな人、ホビットね、なんちゃいかな、あのドリー、ドリードトビー、トビー、ハリーポッターなの、なんかあの小人の人みたいなやつが落とした時にこれが石だったら割れてるよな。なんか夢を見てた。あー、めっちゃメモ書きが増えたな。とりあえずどうする？炭と。39,000円。香港は無理か。無理か。やめとけ。高校3年生。まず卒業してからでも遅くはない。高校3年の冬に受験を忘れるための口実として、香港に渡ろうとしてるな、さてはこいつ。つてもなければお金も足らない。やめとけって。やめとけって。これであの香港に行かないエンドがあったら俺はそっちを勧めるけど、おすすめするけどな、りょうさんに。シェンムー行かないエンドがあるのな。まずりょうさんは、まず福さんに相談と。福さんどこか安い旅行会社を知らないか。そりゃドブ板にはありますけど。あるけどドブ板か。なんでですか。なんでですか。香港に行こうと思う。香港？ああ、ランテは香港に行ったようだ。そんなイネさんにはなんて。なんて、うん、説得する。一人じゃ無理っすよ、俺も一緒に。返事はしない。いや、説得できるわけないんだが。イネさんちょっと。はい、なんでございましょう。突然だけど俺旅に出よう。突然すぎるし、誰の後押しも受けてねえよ。なんなら賃貸人が悪者になっちゃうよ、こんな。心の慰めにどう。ああ。なぜ嘘をはぐらかしたかな。はあるのですか。香港。香港。クサ。何。先生を殺した男がそこにいるらしいんです。イネさん、どうかリョウさんに旅費を出してやってください。バカはてめえだ。なんということですか、リョウさん。いや、ダメです。ダメに決まっとるわ。無謀な真似を、葉月家の後継ぎに。殺されるのがええとこや。そこをなんとか、イネさん。聞けません。イネさん。聞く耳を持ちません。これ二人で言ったら逆効果だけども。グさん。でも隠していこうとしてるのはまずいよね。まずかったっすか。あんな言い方はないだろう。そうですね。そうか。自分で何とかするしかないか。隠してこそこそ行こうとする方があれじゃないか。己の道で己の手で切り開く。バカオス。ちょっとルーク出ないで。ルークこら。よいしょ。何勝手に部屋に入ってきて、用のショールームかな。あ、お茶がある。お茶飲む。よいしょ。
この間にも時間は過ぎているというね。ちょっと猫は勝手にうちのこのね、この葉月家の門から出たらすぐのところにいる猫と同じような柄の猫のやつが部屋に入ってきて、部屋の窓から屋根に出て外に出ようと画策してたから追い出してやった、この部屋から。やつ、このその猫が悪いんだよ。隣の 家の人の畑とかに行ってから土を掘ったりするから、粗相をしようとするから、今家に閉じ込められている。軟禁状態だな。反省促されている。いや、人間に慣れてる猫はよくねえな、やっぱな。多少3匹おた、こいつだ、こいつと同じやつだ、こいつやつがな、同じやつがな、同じ柄のやつがな、悪いんだ。今襲ったりともマッドエンジェルスの人は、今この一人でいるときに旅行会社とか行きおるときとか好きだらけだから、猫に餌やっていこう。でも猫に餌やっていこう。猫駆除されてしまう、されてしまう前に。あれ、もうあげられるものがほとんどないな。煮干しが最後の煮干しだ。あれ、ラスト煮干しだけど猫がおらん、もしかして。あ、お兄ちゃん。めぐみちゃんか。めぐみちゃんか。お兄ちゃん、みみちゃんがいないの。ああ、そりゃそうか、あの猫駆除されたね。めぐみがさっき来た時からずっといないの。猫駆除されてしまったんじゃないか。こんでしょう。よし、探してあげるよ。めぐみちゃんはここで待ってな。探せる？お兄ちゃん。探せるか。わからん。子猫はどこ。サブイベの文を見ると、旅行者探しからチェイスジミーまでに山の瀬神社前を通ると発生。歩けるようになった子猫は行方不明になる。めぐみちゃんと飲まれて子猫を探すよう、やっと子猫を見つけると同じく子猫を探してたのぞみがそこに。めぐみちゃんに嫉妬するのぞみの微妙な女心が顔持ちというサブイベの注釈がついているのだが、これはいつ発生するサブイベなんだ。猫は探さなくていいのかな。探さなくていいかな。行っちゃおう。まあ、いるとしたらさっきの山の瀬のところ、神社のあそこのエリアにいるだろうと思う。そんな遠くには行かんでしょ、子猫だし。どうしようかな。とりあえずロシアに行って、あの話、メモ帳埋めるか。ロシアと、あと、なんだっけ、文化堂か。二つの骨董屋に行って、宝鏡を見せびらかして、で、お話を聞かせてもらって、で、旅行者を探して、という、そういう回かな。もう8分 !9 分も経っている。時間が経つのは早いね。猫を出したりとかしてた、その時間がもったいなかったな。音が不穏。ここロシア、陶器ロシア。おー、京都は言って鏡だけど、多分石で、でも石もね、すっごい磨くとね反射するぐらいに、あら、葉月さん、反射する程度には、あの先日はありがとうございました。そんな鏡面が作れるよ。もう一つ教えていただきたいことが。何でしょう、何でしょう。この鏡について何か知りませんか。
拝見します。あまりさ、いろんな人に見せてってさ、これ持ってますよってアピールしない方が。説教だ、石だ、本当に石でした。じゃあ落ちた時やばくなかったか。中国で尊ばれている伝説の随鳥、随鳥、空の上帝を守る神獣ですね。神獣、神獣には他に竜がいます。虎は竜ですか。亀は上帝とは、中国では北極星のことを指すんですよ。へえ。ほら、あそこ、中国の古い石像画がありますでしょ。漢の時代の北斗七星図なんです。へえ。それは北斗、月明かりのない夜、七星星にのこの人は誰なんでしょうかね。願い事が叶うのですこの人は誰なんですかね。今誰を思い浮かべたんだ、この絵、この不動の北極星を中心に天を一周する北斗七星は、中国では北極星と同じように尊敬され、長く長く庶民の人気を集めてきたんです。中国には星にまつわる美しい伝説もたくさんあるんですよ。そうですか、ありがとうございました。どういたしまして。うん、おーんって感じだな。北極星とかさ、北斗七星ってさ、なんとなく星の星座とかって、オリオンとかさ、カシオペアとかさ、そういう類の中に入り込んで、星の星座って全部欧米から西洋から渡ってきてるイメージがあったけど、よく考えてみたらこの北斗七星っていうものに関して言えば、中国の方から渡ってきたものかな、きっとな、多分ね。原崎、葉月くん、北極星って言い方もそれはそうだもんな。どうなった。まだ母が説得に来るかも。そうか、心配して寄ってくれたの。そういうことにしてくれ。まあ、原崎、葉月くん、私でよければいつでも。わかった。専務の雨ところや、ここ服が変わんねえことだな。同じ服着てるからっていうことで、あの人がここにいるっていうふうなことわかるんだけどさ、この人もな、きっとな、同じ服着てんだよ。同じ服着てるってことでわかるんだけど、やっぱそこがリアル感がねえよな。毎日違う服着るよ、普通の人は。大体な。ここだ。なんかバス停の、前で誰か、この人見たことあるなって思ったけど、この人ここだ。服屋さんの人でした。あとは、冬季ロシアで話が聞けたはず。冬季ロシアやねや。骨董文化堂だ。冬季ロシアって言っちゃった。花はこんなになってる。ここ午前10時から午後10時まで開いてんだね。開きすぎだね、骨董屋にしてはね。骨董屋ってそんな遅くまでやる必要があるのかっていう。これは葉月先生の坊ちゃん。坊ちゃん、教えていただきたいことが。教えていただきたき義があります。私の知ってることなら何なりと。先日の刀の鐔のことでしょうか。いえ、これのことです。ポケットから出しておけば、なんかもっと大事に扱わねえか。見事な宝の石鏡。昔中国で石の鏡が作られていた。うん、それにしても見事な。何か曰くのあるものですか。でしょうな。もしかすると桂林付近でしか取れない貴重な石かもしれない。翡翠でしょ、多分。貴重な石。本で読んだ知識ですが、時の皇帝の勅命により、桂林の彫り師が真珠を彫ったということです。いや、そんなこと知っとるね。真珠。この石鏡の法王は真珠です。
神獣には王とケイリーの意志とどんな関係が。さあ私もそこまでは。しかし法王教にまつわるいわく因縁があることは確かだと思います。誰も知らんだろう、そんな。例えば経理にいたとって。どうもありがとうございました。まあ今だったらな、今だったらインターネットでちょっと調べて、なんかその辺の人の経理があたりの人となんとなくコンタクト取って、あそんな話あるっていう風にね、スカイプでも何でもね聞きゃいいんだろうけど、そういう時代でもねえもんな、この時代はな。多分なじゃねえけど、直接乗り込むしかねえと、そう腹をくくったんだろうけど。いやー埋まったねー。安い旅行会社に猫のことを心配していた。絹代おばさん、いらっしゃい。安い旅行会社どこか。あら、トムちゃんとこのそばに。トムの？トムちゃん。高いかや。でもあそこの店員おばさん。ありがとうございます。はい。行ってみよう。トムの横にあるらしい。ヘイトム。また文化堂のガキンチョがいる。中村。とりあえず中村に話しかけた。何してたんだ。ブラブラしてるの。そうか。勉強の話でした。私。ああ、またな。トムさん、あ、正面じゃねえか。話しかける必要なしだ。どうだい調子は。どうだい調子は。トムはエブリタイムパワフルね。怪しい。困ったことあ。ありがとう。何の相談もしたことがねえな。ここだ。行ってみるか。でもこんなちゃんとした旅行会社って感じだな。ここじゃねえと思う。ここではなかった気がする。世界旅行者。ワールドトラベル社。あ、いらっしゃいませ。社ってなんて言うんだっけ。カンパニー。ご旅行ですか。ええ、香港に。香港に。目が座っている。ですか。まあどうぞおかけください。皿のようになってる。これはいけないパターン。ですか。ええ。では、学割が効きますので、22万からになります。そんなにもっと安いのは、片道だけでも。片道だけというのは扱っておりません。当たり前だよ。チケットだけでしたら19万8000円になりますが。19万8000円貯めよう。そうですか。また来ます。ではこちらのパンフレットをお持ちいただいてご検討ください。お待ちしております。じゃあまた。またおいでください。時代か。時代もあんのかもしれん。しかし今基準で見ても高いよな。20万とかになってくるとな、うん、ちょっと出せないよな。今でも高いなと思うけど、昔の基準でさらに高いっていうんだから。家に戻って考えてみるか。一度家に戻って考えてみるか。家に帰ります。さささささささ。ここいちいち家に帰るのがスキップできるわけじゃない。それが今のゲームだったらワードロック C っていうか、MMORPG とかでもさすがにこの辺家にとかベース基地に戻ろうと思ったらさ、なんかそう帰るなんかこの書みたいなのアイテムがあって、それを一つ押したらね戻れたりするようなもんだったりするけどね、シェンムーンに至ってはもう一度家に帰ってみるかって思ったってこうだから、ちゃんと家まで歩いて自分の足で歩いて帰るっちゅうの、まあ当然といえば当然なんだけどね。当然なんだけど、まあそういうことでございます。20万が貯められなくて香港に行けねえっつんだったら、まず一応大学卒業、違う、高校を卒業してだな。そして一応大学に行かないまでもその辺で働いて、1月2月働きゃそれぐらいのお金は貯まるんじゃないかな。というふうな視点は、で見てはいけないんだろうね、きっとね。やっぱ高校生の目になってやるべきか。そしたらやっぱり今すぐ行かなくちゃいけないのにお金がないなっていう、そんな気持ちがしてくるんかもしれん。子猫どこだよ。子猫探した方がいいんじゃないか。子猫いる場所が分かればな。このエリアにいるとは思うけど。ん？あら？あの猫の鳴き声だ。近いぞ。
下の方だ。すごいな、猫の鳴き声でわかるという。ここかなと思って今ちょっと寄せてたんだ。そしたら本当にここだった。こんなところにいたのか。こんなところにいたのか。あ、いた。あら？原崎。ひょっとして葉月くんも探してたの？ああ。スカートが見えそうだ。優しいのね、めぐみちゃんには。優しいのね、めぐみちゃんには。いたわよ、めぐみちゃん。言ってたの？心配するでしょ？よかったわね。うん、ありがとう、のぞみお姉ちゃん。うん、葉月くんが見つけてくれたのよ。お兄ちゃんもありがとうね。ああ、よかったな。じゃあ、私、友達と約束があるから、またね。ああ。ああ、ああ、じゃねえよ。原崎もありがとうとかって言い言っておくぐらいの、いや、気配りはあってもいいんじゃないか。猫が見つかった、よかったな、めぐみちゃん。このメモの中には原崎のこと何も書かれていない。そういうことだ。視界の端に求められてないな。猫の方が大事。いや、もしかしたらめぐみちゃんの方が大事だったのかもしれない、葉月亮にとってはね。しかし時間が半端だな。今21分48秒49秒50秒なんだけども、この後何か起こるわけでもなさそうだし、でも一旦切っとくか。あんまり長いのよくねえよな。22分、よし、ここまでにします。23、24、25、26、パート26でした。今の数えたの言ったらどこから撮ってるかが分かっちゃうな。パート26でした。ほなまた。